めっちゃかわいい。まあ何もないと知った今、もうここには用がないんじゃないか。とりあえずロックして戦う はいみなさんこんにちはこんばんはユーロですでは、えー、今回の新作ゲームは、えー、昨日発売されたばかりのライトトレーサー2ザ・トー・ワールズやっていきたいと思いますはい、えー、巷ではねあのカニの喧嘩が流行っているかもしれませんが流行りに負けることなくねこちらどんどん、えー、スチームにある新作ゲーム紹介していきたいと思いますよということではいやっていきたいと思います始める で、これ、アンリアルエンジン4で書かれているので、かなり綺麗な描写が特徴になっております。右下に操作提示があります。はい。ロードポイントで材料を混ぜ合わせて道具を作れますと。クラフト系のゲームともなっておりますね。はい。ストーリーは感じどこへお越しになさいますか姫様。 おめっちゃ凝ってるムービーがあるいいね。この適度な粗さもいいよ。この姫が主人公なんですよね。おなんかアンリアルエンジンっぽいわ。ユニティではなさ、ないっぽい。<laughs> なんかよくわからんけど。おー なんかいきなり倒すべき魔物が登場ですかね。コーンコーン。ただいま参りました、マスター。体大丈夫ですか問題ない。ただ、体がまだ慣れていないだけだ。君たち。 あなたたち何者そこには人間がいるこいつを殺せキャーかわいいなこの二次元キャラ主人公君たち人間は一人も残さないおいいねどこからともなく剣が現れたさあただで済まない 保険で俺を止めようとの中た僧私は小娘じゃないからね小娘だったーお,おすげえいいねこの剣まさかなんで血が出ないのあの子だどこでこの剣を取ったら教えろやつを離せ離そうか やっぱり彼女だおすげえ転生したするのか <laughs> めっちゃ左腕ないじゃん <laughs> すごい分かりやすい左腕のなさだったなロード中さあここは 思い出したここはビエル・パティスの塔だ。急いであのおじさんを見つけなきゃ。お、で、始まった。お、こういうちょっと幻想的な感じなんだね。で v で切り替え。攻撃が、はいはいはい。お、エフェクト綺麗で、進む。はい、走る。まあ、この辺はまあ一緒ですね。スペースがジャンプと。で、一応これ。あ、ちょっと待って。<laughs> ちょっと待ってね。 パラメーターがあるな、これ。左上のあの青いバーが多分、スタミナですよね。走ったらスタミナがかなり持っていかれるんで、ちょっと、押さえ気味にしましょう。この左下の枠は何なんだろうな。まだ関係しないのかな。こう、ちょっこの辺は走って、ちょっと飛ぶときだけダッシュみたいなね、感じですよね。で、パズルの要素があるみたいな。パズ、パズルのって。 パズルの要素があるみたいなんですよね。まあ、こんな感じで進んでいくと。いや、グラフィックは綺麗ですね。この淡い感じ自分好きですよ。結構。で、動かすが F。はいはいはい。で、ここに登るってことね。多分ね。はいはい。ナイス。ナイスナイス。で、ここ多分、動かしてここ押しっぱなしにするとかそういうことじゃないのあ、違ったな。 これを押して、でたら、足りない分をっていうことああ、なるほどな。やっぱりここに置くんじゃん。こっちにこう持っていって、こういうことね。えい。OK。さあ、この先のものは ほら、フィネット・トラミウス。あなたの出番だわ。V をクリックすると、フィネット・ラミウスの場面に繰り返ると。フィネット・ラミウスの場合には、えー、右ボタンをクリックしてすべてのインタラクティブできるターゲットが表せる。あ、なるほど。パーゲットと中止ナイフをクリックしてターゲットとインタラクティブする。なるほど。V で切り替えて、 インタラクトするところがわかると。なるほどな。真上から掴むってこと、ねうんフィネット・ラミウスはこのスペシャルな装置をコントロールできる。ああ、なるほど。F をクリックして装置を掴む。離す部をクリックして、悲鳴に切り替える。ああ、なるほどな。これを。はいはいはい。なるほど。これを。 こうやって移動させることができるってことか。なるほどな。ただそこまで至るのに、あ、ここにもあったな。なるほど。ここだな。はいはいはい。これ操作感が独特だけど、これでひっつかむんだ。ここでね。もうちょっと上かな。OK。で、こうね。で、V で切り替えて、で、ここに乗って、 で、また V に切り替えてってやつか。ああ、こういう系のよくあるやつだな。あれ乗ってなかった乗ってなかったな。乗ったと思ったんだけど。で、これで乗って、引っつかんで、で、移動させて、もう一回切り替える。危ない。危ない <laughs> 危ね。で、ここも同じようにこれで切り替えて、なるほど。面白い。 で、こうやって、神の手みたいな感じだよね、ここね。はい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 。で、また切り替えると。なるほどな。で、ここは向こうにこれを持っていかないといけないんだよな。オッケー。えー、硬化して、これを持ち上げ。よいしょ。ガッチンガッチンと。で、これで、ここで持っていって、 はい。で、えー、っと、これで V で。えー、っと、これはこれでいけんのかなこれで回して。あ、いけるな。で、これで切り替えて。かわいい。かわいい。スクショだ。かわいい。かわいすぎる。この角度。はい。 で、A、これで F で掴んで、で、こっちに持っていくと。OK。で、こっちに行くと。アクションパズルみたいな感じだな。さあ、で、敵も出てくるのかな、そろそろ。 これはただの夢。私はどうなっているのお父様とお子がどうなっているのおライトトレーサー2、ザ・ツワールド。あこっからか。<laughs> さあ。ムービーが挟まるっていうのもね、すごいですよね。夢なの かわいいな。ちょっとウィン、あのー、まばたきぐらいしてほしいけどな、よく言えば。ここはどこ王国じゃないよね。ここはバーバディン大陸だ。久しぶりだな、お嬢ちゃん。誰だあなたはカ、カ、カロール。 そうだ、カロール・ガルシアリス、カル・ガルシアリウスだ。覚えていてくれてうるし、それは確かに私の名前だ。もうでももう一人いるんじゃないフィネットはフィネット、彼女が呼んでるぞ。フィネット、あなたもここにいるんだね。フィネット。でもなぜ私がここに我々は君を救いたいのだ、お嬢ちゃん。あ、そうだ、お子が今危険だ。 こんな時に私をここに連れてきて、これが救いなの早く私を、落ち着きな、お嬢ちゃん。<laughs> お嬢ちゃんって言う,うようなキャラじゃないけどな。お嬢さんだろ。あなたをここまで連れてくるのは唯一の方法だ。王国がどうであろうか、ここでは影響されない。つまり私は隔離されたんだ。まあ、多少の機械翻訳ありますけどね。全然許容範囲ですよね。 で、私はお姫様なの。民を去っていくわけないじゃない。あなたはなぜ彼らを助けないのあなたが私を助けたから今回のことがあるんだ。それ、忘れないでほしい。それ、忘れないでほしい。<laughs> 我々にも力の限界というものがある。そうだろう、フィネット。フィネット、かわいい。これはかわいい。スクショ取った。他の人は助けられないんだ。じゃあ私を帰らせて、私が彼らを救う。 あなたを帰らせるとそれは簡単ではない連れてくるだけでもう大変だ私はお姫様だよ父上と王国を去っていってはいけないたとえ死ぬとしてもみんなと一緒じゃないとダメなのへえでもあなたに帰らせる方法は一つしかない今我々立っているところは昔転送だが今はもう壊れてしまったうん 手直しには4人の神が必要だ神じゃああなたが声かければいいじゃない約束があるんだ今じゃ顔合わせられないだがこの海に4つの島があり1つずつゲートがあるゲートを通ると彼らの住所まで行けるなるほどこの4つのゲートね分かった私が行く大したことはないっしょ私お姫様だから ちゃんと考えるなここでも安全ではない私はしばらくここから出られないしそうだこのスカートがかわいいよね <laughs> なん何ですテフィネットも一緒に行けるってなるほどでフィネットと一緒に行くと王国に戻るために海にある4つの島に4人の神に会う方法を見つけなければなりませんカロールの言う通り一番近い風の島に行ってみましょう風の島ね 新たなタスク、船を発見。じゃあ、風の島に行ってみましょう。おーいいっすね。このムービーが挟まる感じ、すごいな。力が入ってんな、このゲーム。この私が持ってたのまあ、後で見よう。お嬢ちゃん、こっちは品揃えがいいんだよ。いいです、こっちは用事が。私は、あなたはあの島まで行きたいんだろう。あそこに私の船がありますが。 じゃあ、これと交換しないこれはただのものじゃないようだお父ちゃんこれ高いからそうだこのスクロールを上げよう薬草布合成の手順書だ外で一人じゃ危ないからこれら作っておきましょうなるほどこれ全部あなたが私とんでもない これは今までの人たちの知恵の結晶だ。たくさんの人の努力でこれができた。これは4色の記憶それはそうだ。それは記憶。記憶この世界がいつか存在していた証しだ、はあ。興味なければ無視してもいいけど。 お嬢ちゃんここに人が来るのが久しぶりだしもう一つあげるようんーポーション大したもんじゃないどうせ君以外使える人いないしさうーんなんかすごい話がトントントンと進んでいくなゲット治療薬かける1でここ今矢印ついてるからこういうところに入っていくってことかな 一応船がありますね。はいはいはい。これはあの人が言っていた船なの。しょぼいよ。確かに。めっちゃしょぼい。まあ今はこだわる時間ないし、急ごう。で、船尾で F をクリックするとセーリングが始まる。なるほど。船尾ね。船尾で F をクリ,クリックね。出港。へー 新たなたす風のゲートを見つけるあこれ自分で操作するんだへえなるほどめっちゃバック走行だけどいたでこれでここに行ってこれは触る お、アクティブに必要。50、戻る。あ、でも、いけるじゃん。怪しいものを壊したアイテムを入手することができます。壊すんだ。クエスト完了、風のゲートを見つける。うわ、めちゃくちゃ凝ってんな。風のゲートが見つかった。すっげえファンタジー。おー、なるほど。島が現れた。 なんかこう、ゲ芸だけど、すごい、なんか JRPG に影響されてっぽいファンタジー。これ RPG なのかなクラフト系サバイバルはい。あ、今訳されてなかった。中国語か。何かあったようなあそこはちょっと行って調べてみよう。で、風のゲートを発見したので、とりあえずこの矢印の通りに向かいましょうと、新しいチャレンジを発見。 じゃあチャレンジのところまで行きましょう。おなんかいるぞ。姫が冒険中で敵と会える。敵と戦うとき光の釣りが出ている。左のボタンで攻撃する。スペースで敵を避ける。真ん中のボタンで敵を注視する。気をつけて厄介なやつもいるよ。よし。じゃあ、戦おう。あおおなんかちゃんとアクションするじゃん。おで、えっ、ー、とね、スペース。 進行方向に向いたままスペースを押すとちょっとダッシュができるけど、スタミナがあるから。よいしょ。よいしょ。OK。お。あ、で、全部倒すともらえるんだ。なるほどな。お、ゲット。金属の塊ゲットした。おー、これなんか楽しいぞ。楽しいぞ。 難易度1、アクティブに必要200。よし、風のチャレンジしよう。さあ、新しいチャレンジを発見。ああ、これでクエストが完了するんだ。なるほど。で、新たなチャレンジでまたギミックをクリアしていくということだな。あれは何あそこに行って調べてみようか。OK。で、ここでまた、 えー、V を押して、神と一緒に物語を紡ぐということですね。神はここしか無理だから。とりあえず、はい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 。じゃあ、ここで。でもちょっとキーボード操作独特だから、ちょっと慣れが必要かもしれない。キーボード操作に慣れてる人でも、結構、慣れが必要かもしれないですね。 意外とこのジャンプの判定がシビアオッケーこっちね。よし。まあ、ダッシュを使わなくても、駆け足で走ってるからな。よし。ちょっと慣れてきた。あ、これはボックスを持っていかないといけないんじゃないこれでいけるのかなここは大丈夫なのかあ、 なるほど、なるほど。そういうことか。じゃあ、こっちに行って、あそこに行くから。とりあえず、ここだな。光っているところ怪しいです。もしかして何かを掘り出せるかもしれません。先に掘りのアビリティを習得する必要がある。掘りのアビリティないからな。お、光の柱1。 リリのアビリティね神様に会えるためこの島のライトをアクティブしなければならないみたいだね。これから出発して次のライトを探そう。うわ、これ楽しいな。で、こうやってパズルをクリアしながらこのライトをやると多分マップにこんな感じで。なるほど。ちょっとところどころ訳されてないけど、まあそれはご愛嬌ということで。とりあえずチュートリアル的な感じだから今は。風のチャレンジ2。 ちょっと待って、チャレンジ2やる前に。あーでもやっとく多分こっちまだクリアしてないよね。ねえ、こっちの方。これね。これをやらないと。で、こうやって、動かして、あここ、これ、落ち、落とせない。これがあるから。 えー、これどうするんだその木が邪魔なんだよな。あ、これを切るあ、そういうことか。はぁ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 なるほどなるほど。で、こうか。まさかの木を切れた。普通に、背景かなと思ってたけど。で、ちょっと、落としたいっすよね。これなんかでもむずくないこれ。バキン。なるほど。 これでだいぶ戦いやすくなったっていうことだね。よし。戦うか。このちょっとダッシュ。どっちがないのかなこれ。ダッシュを駆使して戦わないといけない。こいつを、このブルーの狼を多分箱でやっつけといた方が良かったのかもしれんな。今更だけど。 危,な危ねえ。ちょっとこのブルー倒しとくか。と言いつつ、こいつを倒す。よし。やばいやばい。危ねえ。まあ、最初は簡単っすね。よし。へい。で、また。 ここでもらえる。これは何だだろうな。ゲット謎のものかけるに。ゲット毛皮かけるに。謎のものってなんだよ。よし。ゲット治療薬。よし。まだ治療薬使わなくていいでしょ。と言いつつ使う。ね。満タンになるでしょうね、そら。で、ここで。 えー、はめて、えー、触って、はい、じゃあ、風のチャレンジにやってみましょう。今これ風の塔ですからね、風の島だから、四つ目の一つだけだからね、これ。四つ島がある中の一つ。ランプポストで姫の属性を上げる。あ、属性があるんだ。えー、 まあ、とりあえず行こうか。ここに持ってこないといけないんじゃないここあ、そうかそうか。で、この風の力でここに登るんだ。そ、そうするといけるってことか。なるほどな。はい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 。これで落として、で、あ、違う違う。あ、ちょっとセーブしとくあ、これでセーブ。クラフトもできる ああ、ここで必要なものを、なるほど。まあ、セーブしとこう。必要なことができると。なるほどな。で、こうか。はいはいはい。ああ、もうでも、さっと行かないといけないのか。なるほど。で、こうだな。OK。 <で>あーそうかそうかだから別にこれをこうやってここに登って あーちょっともうちょっと置くか <laughs> でここでたぶんこれで乗れるんじゃないかここたぶんよし OK。で、これを押す。え、意外、こっちにできる。いや、それは意外だったぞ。で、これで、こいつで動かすのかな違うよね。あ、またここに戻ってこっちに行くのか。なるほど。はいはい、わかりましたよ。はいはいはい。 ここにこうやって。あれでもちょっと待って、これだったら、こいつが動かせる、動かせたらいいんだけどな、これを。これ、こいつ、ひっつかまえられないんだよな。なんで、多分多分また降りて、 こいつを戻してあ横移動できるんだ <laughs> 正面だけだと思ってたけどでこれでこっから登れるのかな無理無理かなこっから登れないとなるとまたさっきと同じ登り方か うんもうちょっとこっちだなこれぐらいでこれを微妙な塩梅なんだよなこれ違うなこっちだなこっちのギリだなこっちのギリだな これぐらいかこういう感じかあこれ登れそう。これ登れるわ、多分。オッ OK、きた。OK お。お何が起こるあ、光の柱か。OK。 OK。で、またマップが、はいはい。明らかになると。テレフェザーってあれだな。多分ルーラーみたいなやつだな。多分な。テレフェザーって言うんだ。よし。これでギミッククリアしたから、ちょっと向こうに戻ってみましょう。次、多分行いけると思うんだよな。で、こうやって、いろんなところのミッションをクリアしていくんでしょうね。さっきのが。 なんかマップがわからん。あこれチャレンジ一応書いてあるのかななんかちょっと威圧されてないんだけどな。お物のリストで今持っているものを調べる。いらないものがあったら分解ボタンをクリックしてそのものを分解してエッセンスを取り替える。あなるほど、そういうこともできるんだ。分解する。謎のもの分解できるのかな あ、能力技のリストでエッセンスを使いキャラクターの冒険または戦闘を応援するああアンロックできるんだ習得100おヒットポイントがゆっくり最大値の50に変るこれいいじゃんこれ習得しようでこれはダッシュお敵が攻撃する瞬間で避けるとパーフェクトドッジを触発するその後判断を完成して1回反撃を発動おいいじゃん へ、えー、真剣状態で左ボタンを2回押すことで突撃する。なるほど。突撃ね。パーフェクトドッチの後 SP 値が回復。スタミナね。バトル状態で Q を押すとクレイモア状態にスイッチクレイモア状態って何だろう。800かでも。こっちは。休むことによってヒットポイントがゆっくり最大の75%に回復。 回復はもっと来たいですよね。静止状態で F を長押しして、地上のアイテムを掘り出す。あ、掘り。掘りいいね。掘りしよう。よし。掘ってみよう、一回。長押しして掘る。なるほど。なんかこれ、デッドバイのあれ、あれみたいだな。<laughs> デッドバイの、あの、 発電機回すときの成功みたいなミス。よいしょ。よし。よいしょ。ああ、ミスか。これ3回ぐらい多分パーフェクト取らないとダメなんだろうな、ね、多分。よし。まだか。お取ったぞ。おお、金属の塊1。なるほど。 面白え。面白えよ。なるほどな。よく考えられてんな、このゲーム。よし、3やろう。ああ、178。ちょっと敵を倒して、じゃあ、習得しましょうか。エッセンスが必要。うん。敵を倒す挑戦を完成する。木の幹は壊しそうなものを壊して道具をゲットできる。 壊せそうなもの。さっき壊したもんね。こういう枝とか壊せたもんね。こういうところね。あれね。203になったね。結構簡単に上がるんだな。よし。これで挑戦できますね。めちゃくちゃ楽しいぞ、このゲーム。触る。クオリティこそ。 あれだけどまだ改善の余地あるけどゲーム性としては自分は好きな感じですねこのちょっとずつ成長して探索が広がる感じとかねめっちゃいいわさあ新たなチャレンジを発見したよしマップが更新された見てみようはいはいはいこっちに行く感じですねどんどんなるほどな で、こっちは、その、他の、これ、風の島で、多分、これ、火の島とか、あと3つあるんでしょうね。で、ここら辺が多分、解放されるんでしょうね。で、テレフェザーを持っていれば、瞬時に多分、移動できるんだろうな。うんで、テレフェザーも、クラフトすることができると思うから、将来的にはね。<laughs> はい。さあ、これ、ちょっと、中ボス的なノリだな。 ウェイうわ、一撃死だゲームオーバーやべあ、オートセーブになってたな、そういえば。だから自分でセーブする他に、一応オートセーブがあったから。まあ、治療薬とかは、結構、あれですね。 使うのに慎重になった方がいいですねとりあえず戦わずに逃げてみますこっちに特に何もないのかな なんか特に何もないっぽいな。何もないかった。しかも、登れねえ。ああ、一応登れるのか。いやこいつを倒してくれないのかな <laughs> 神の力で倒してほしいよな。それは無理なんか。 かわいいめっちゃかわいいまあ、何もないと知った今もうここには用がないんじゃないかとりあえずロックして戦うよいしょやばいやばいやばい やべやべやべ,やべめっちゃ吠えてる OK よいしょ OK 負けねえぜ襲った瞬間に攻撃するっていうのが結構難しいただそれを決めないと 自分がこれをね、スキルをアンロックした意味がないから。はい。ということでね、あの、このゲームの良さは伝わったんじゃないでしょうか。かなりなんか楽しめますね。ミッションを受け負ったり、ね、戦闘があったり、クラフトがあったり、パズルを解いたりと、なんかこう、すべての要素がまんべんなく詰まっていて、かなりいいんじゃないかなと思います。で、えー、この女の子も可愛いですしね。 はい、エフェクトもね結構綺麗ですしかなりいいんじゃないかなと思いますこんな感じでね割と綺麗なグラフィックなんではいまあ多少ね日本語訳の荒さはあるにせよでもそれは s t r m をやっていれば許容範囲だと思うんでそれはあることなんでねこういうところから名作が生まれる と思うのでぜひこの <laughs> スチームらしさを味わってほしいなと思いますはいぜひ、えー、ライトトレーサー2、えー、ザ2ワールズ始めてみてくださいではまた何か新作があれば、えー、紹介したいと思いますこの動画が良かったら えー、チャンネル登録、グッドクリックお願いします。ユーロでした。バイバイ。